これはディレクトライトの。お早い。かわこちゃんこんばんはということでありがとうございます。さあツイッターでね宣伝していきましょう。はい、はい、では目の前へ。あ、FEC チューンド、FEC 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 チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと中地でお送りしております。はい、ということでですね、はい、今日はですねちょっと近いということで、はい、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしいな、確かに近くてな。あと今日ちょっと腹立つんだけど、うん、早速なんだけどさ、うん、お前歌手、え、違いよ。ちょっと腹立つな、ちょっと。いやいや、ちょっと勝手にで、本当に。いやいや、お前声に負担が出るほど仕事してんだろ。なんだばや。おい、ちょっと季節にね、やられてしまって。なるほどね。お、かわこちゃんこんばんは。1位、1位コメント、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。シュプリームさんから、はいはい、クソ楽しいデンジャラスナイトの時間が来たー、こんばんは。ラジオネームサメマルリです。違うでしょ。ね、違いますよ。ということでですね、まあ最近あったことといえばね、はいはい、人気もんっていうね高校生イベントをね主催してやってるんですけど、はいはい、あのねこの話をラジオでしたっけ。え、してないかな。何か、あの人気もんで一番困るのが、ぶっちゃけこういうことあんま高校生に言えんし、こういうねぶっちゃけ FM 機能案とか言うみたいなとこもあるけど、はいはい、あのね、あの自己推薦、他者推薦なんですよ。どっちかなんですよ、もちろん。あ、出演者がね、うんうん、他の人が、誰々ちゃん可愛い、あ、美男美女っていうね枠があるんですけど、項目がね、うん、誰かがこう、何々ちゃん可愛いですよって俺に送ってきたり、まあ、人気者のアカウントに送ってきたりして、うん、で俺とトークちゃんっていうね高校2年生の主催一緒にしてる子いるんですけど、はいはい、その子が選んだりとか、その子の DM とかに送ってくるんですよ、うんうん、で自分でパターンもあるんですよ。あー、私、まあ、私可愛いですじゃないけど、うん、まあ、美男美女としてちょっと出たいですみたいな、うんうん、まあ、ちょっと俺決めえなと思うんだけど、そういう、まあちょっとね、うん、え、これ割合的にはさ、どんな感じ。圧倒的もちろん自分推薦は少ない、一人一人。あ、他者推薦が多い。あ、まあ、なんだけど、まあその他者推薦、まあ自己推薦あんまりいないけど、うん、他者、あの、この他者推薦で一番困るのが、うんうん、俺に来たら DM で何々ちゃん、とても可愛いので人気者の美男美女に出演させてあげてくださいってくるんですよ。うん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 。でもちろん、じゃあ、Twitter のアイコン、あ、Twitter 教えてって言うんですよ。うんうん。Twitter 送られてくる。うん。顔見ます。うん。ブスな場合。いや、本当にブスな場合。やめなさい。いや、あるんですよ、やっぱり。あるんだ。あのね、どうしようもできない。本当にどうしようもできないんですよ。言うなよ、そんなことや。いや、本当にそうじゃん。まあまあまあ、確かにちょっと困るな。これで、うん。なんていうのかな。まあもちろんね、ぶっちゃけ美男美女って言ってるさ、うんうんうん、しかも高校の代表とは言ってんけど、まあ、美男美女って形でしてて、はいはい、うんうん、ブサイクを推薦された時にそれをもし、うん、それをもし、例えば俺がすいません、僕的にその子ブサイクなので出演できませんっておかしいさ、これ。ああ、まあそれはね、それはね。かといって、かといって他の人がこの子のことあまり可愛くないと言ってるので出演はできませんとも言えんば。うわー、これ難しいな。どうしようも言えんくて、迷いに迷って結果、うん、俺が編み出した攻略方法が、うん、あの中地のタイプじゃないので NG です。なんでこれ俺これえ、俺めっちゃキロ、俺トークちゃんと相談した、え、やばいだろそれ。相談した中でそう、トークちゃんどうしようってなった時に、あ、絶対ダメだろ、第三者出せばいいんじゃんってなって、中地のタイプじゃないので今回出演を見送らせていただきますっていうのが一番いいところで気づいた。しかも俺第三者枠なんだ一応そうそう、俺のこの判断基準なんだ。そうそうそう、本当に困るわけさ。まだ今まで他に使ったのが、うん、例えば応募締め切らせていただきました。あ、でも一番でも誰も傷つかないね。でもいや残り何人か欲しかったりすればツイッターで。ああ、そしたら募集ができない。だから本当に難しくて、うわ、まあ、無視したりとか、ね、してるとこもあるんだけど、まあ、ぶっちゃけ結構緩めにあれしてるはいるけどね。
基準っていうか判断は。あ、まあどんぐらい緩めかっていうと、まあ目が2つかなーなんていう目が2つ、人間の最低条件やし、お前目と口の間に鼻があればあるだろ誰でも、とりあえず合格ぐらい誰でも出れるやし。でもやっぱ男子と女子の可愛いって違うんですよね、やっぱり。ああ、それは前々からね言いますけどね、うん、確かにね。なんて言うんだろうな、女子って自分よりちょっとなんか、女子ってどっかがちょっと劣ってる女子を可愛いって言うんですよ。それ分かった。これやっぱそうなのかな。ちょっとぽっちゃりしてるとか、うん、分かるでしょ、うんうん、ちょっとぽっちゃりしてたり、まあ、ちょっと鼻が低いとか、うんうん、ちょっとどこかしらがね、どっか欠けてる女子はやっぱ女子って可愛いって。しかもこれ1箇所なんだよね絶対。はい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 、うん、そりゃ2、3箇所欠けてるわ、そりゃ可愛くないさ。絶対1箇所欠けてる女子なんだよね。じゃあこれを無意識に多分やってるんだろうね。まあそうだね、あ、無意識にちょっと判断してるっていうか、女子の怖いところ。うん、あ、確かにあるかもね。歌とかも、うん、歌今回がすごくて応募、去年って歌って2組、なんて2組選んだ中から、確かに応募も結局3組ぐらいだし、うんうん、そんなにね、うん、去年歌いなかったさ、うん、大変だったさ、うん、今年2桁いるからね、歌応募すごいね。 10ちょい組今の高校生、しかも全員自分からこの歌に関して。でちょっと弾くのが、うん、例えば俺とかに、あ、人気もアカウントかな、人気もアカウントになんか、歌として出たいです、歌手として出たいですって言って、うんうん、受賞歴をずらずらっと並べてきて、はあはあはあ、自分から、はあ、うわー並べて、うわすごいなこいつと思って、その後に自分の歌を4つぐらい送ってきて、動画 iPhone に歌ってるやつを。グイグイだね。そうそう、いやいいことだけどね、いいことだけどね、まあ、それ一旦置いといたわけさ、俺一旦返信しないで一旦置いといたら、2日後ぐらいに、うん、すいません遅れてなかった可能性もあるのでもう一度っつって、もう一回4つ送ってきた。すごいよマジで。そう、まあ俺歌部門はトーコちゃんに全部任せてるんだけど、歌って難しいのかね、なんかね、歌ってぶっちゃけみんな上手いんすよ。まあまあまあ、まあ、みんなっていうのはもう俺たちが上手いとかじゃなくて、なんていうの、女子とか特に、女子で下手な人ってそういないし、そういないね。その中でも自分で送るような人ってみんな上手いんすよ。うんうんうん、上手い中でのこのあれが分かんないわけさ。ああ、確かに判断できないね。だって歌に関してはね、そう上手いわけでもないしか。ちょ、ま、一番迷うのが、うん、フォロ、一応人気もんって言ってるさタイトル、うんうん、フォロワー数が80人で、で顔も正直、うん、あんまり可愛くないけど歌がめっちゃうまい A ちゃんと、はいはいはい、歌はこの A ちゃんよりは下手、はいはい、でもうまい、うんうん、でも A ちゃんよりは多分下だなって思う、はいはい、けどフォロワーが3000人ぐらいで顔めっちゃ美人、これどうするってなるそう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 、いやいや、あ、正直、まあまあまあ、確かにね、正直、うん、どうすんのかなってなる。だから歌はそりゃ A ちゃんの上手いかもしれんけど、出てきた時にやっぱお客さん喜んだりするのは B ちゃんなのかなとか、まあ、主催者なりの、ね、ちょっとね難しいんだよね悩みが。うん、いや難しいね。人気もんってタイトルだし。あーとか、一人めっちゃすごいのは、歌部門で出たいですって言って、はいはい、その後すいません、あの美女でも出させてくださいとか。何それ、すごくない、自分で自信あるね。俺今思うのが、今の高校生、うん、めちゃくちゃ強いよこの気がっていうか、強いねこのなんか自信があるし、自信があるね、いい意味なんですけど。ナルシストとはまた別だよねこれに関して。まあどうだろうね、うん、俺たちの世代と俺たちの1個上2個上ぐらいも、うん、芸能って盛んだったよね、なんか、うん、みんな結構出たがりっていうか、うん、まあいい意味ですよ、うん、出たがりで、まあね、僕たちも含めてなんですけど、うん、芸人もたくさんいますしね、出たがりな感じ。俺たちの1個下がちょっとね、1個下2個下ぐらいが、いや2個下、あーそうだね、うん、そうか、1個下2個下がちょっと少ない感じだったんですけど、うん、今の高1高2とか、まあ、高3もちょっと多いんですけど、うんうんうん、だいぶ多いっすね。はぁー、半端ない。はぁ、はい、去年多分1ヶ月前、人気も始まる開催1ヶ月前ぐらいで、うんうん、多分美男美女集まってるのって15人か20人ぐらいだったんじゃん。ああ確かに、うん、今38名いる。うわすごいね、1ヶ月前で、今からまだまだ増えそうだからストップしてる、もうそろそろ。すごいね、このなんか第二ブーム的なのが来てるんじゃない、芸能の。うん、うん、でもお笑いが一人もいない。はあ、ちょっと悲しいそれ。一人もいなくて、お笑い高校総体準優勝した、うん、女の子いるやん、オリジンの。あーはいはいはい、女の子たちにお願いした、女の子にお願いした、お笑いを。はぁ、じゃ面白いんすけど、男子でもね、分かったのが今回ね、お笑いも歌も男子いないべ。歌も男子いないし、まあ、モデルはまあ5、6名はいるけど、けどやっぱ残りの20名ぐらいは女だし、だ結構女が強い時代かもしれない今、ちょっと高校生は。男がね、お笑いでさ、男いないんだよ。何それ、
俺たちの頃ってさ、ドリフェスとかいうね、高校生イベントあったんですけど、高校生イベントブームみたいなのあったよね。高校生イベントあった時、お笑いって言ったらもう4、5組いたよね、4、5組。そっから2組ぐらい落ちて3組出るみたいな。高校総体とかもね、20組以上応募あったし、今なんね、高校総体、最終応募4組だったっけ、5かな、あ、4プラス無理やりの1組、で、計5組。ひどいよね、これ。いやえげつないね、なんか悲しいね、なんだろう、ちょっと。一応今ネタ番組少ないから、お笑いのそういうのもあるのかな、わかんない。やりたがらないのかな、本当に。そっち、なんか可愛いとかに走るのかな、かっこいいとか、あ、やっぱラッパの影響もあるのかな。あ、ラップあるね、ラップ。やっぱお笑いが流行ってる頃は、お笑いやったらモテるっていう意識が男子あったから、お笑いいっぱいやってたし、俺らもね、やってたけど、今の高校生やっぱヒップホップが流行った時に、何始めるって言ったら、それはお笑いより。いや、そうか、そうか。じゃあ逆に人気もんでも、なんかヒップホップ部門みたいなのもし作ってたら、もしかしたらブワーって来てたのかな。いや、でもヒップホップって難しいのが、ヒップホップって、あ、まあ何する、一歩間違えたら痛い分。まあまあまあ、わかるでしょ。漫才ってなんか面白くなくてもなんかいいんすよ、別に。いいっていうか、まあ、別に面白くねえなぐらいなんですけど、ヒップホップだってさ、舞台でさ、なんか知らない歌歌ってファックとか言われたところでね、もうもうね、文化が違いすぎますから、ね、だって俺たちなんね、一回ラップイベントの MC やった時さ、はいはい、予選、あー、もう気持ち悪かったよな。やばかったね。いや、俺たちヒップホップ好きっすよ、普通に。中地とかもとても好きだし、ヒップホップバカにしてるわけじゃなくて、あの、仮想ヒップホップ、まあ、仮想 YouTuber もね、それ俺らも含めて、はい、仮想って全部ひどいんすよ、やっぱり。確かにね、仮想 YouTuber もひどい、俺らも含めてなんですけど、仮想、俺もラップのね、始めたてぐらいの人もね、とりあえずファックしとけば、ファッキューしとけばいいみたいな、とりあえず睨みつけますよみたいな痛さ、なんか、とりあえず首を横に振るみたいな。あー、いたね、もうちょっときつくなかった。痛かったな、なんか見ててちょっとこっちが恥ずかしくなる感じの。恥ずかしかったな。中学生が誰かに憧れてるんですよ、なんかもう、なんか、舞台、なんかそういう、舞台外で、舞台外で、この会場外でちょっとタバコ吸ってみたりとかね、ちょっと、はいはいはい、悪いイコールヒップホップみたいな、ちょっと、ね、まあ、分からんでもないですけどね。まあね、確かに憧れてる人がそうだからね、みんな入り口はそうでしょう、もう真似から入ります。確かにね。お笑いもそうですけど、ね、俺らもね、痛かったもんね、俺も事務所のオーディションで、だってこの事務所の看板に芸になるぜって言ったら痛すぎると。言ってたな、今思えば痛すぎる。俺懐かしい。全員先輩芸人、おっさんとか回して40名ぐらい前に立って、高校2年生の俺が、この全員で、あ、この事務所で俺が看板になります1年後みたいな。あ、高校2年生ですよ。今思えば腹立つな。うわ、グロ。そういう高2が出てきたら、うわー。でも始まりってやっぱみんなそんなもんなんだよね。あ、そっからちょっと現実を知って、そこでまあ大半辞めるけど、そこから乗り越える人たちが、あー、素晴らしいね、なんかね、仮想っていうか、この下のやっぱ目指してる段階ってやっぱ何もかも痛いよね、お笑いももちろん痛いけど、全部、この前沖大祭でバン司会やったさ、俺ら、はいはい、バンドの人たち痛くなかった。あー、痛かったなー、あれは。バンドの人たちがちょっと痛くて、なんて言うんだろうな、難しい、なんでだろう、あの痛さっていうのは。例えばね、ワニマもだから、な、盛り上がっていこうやみたいな感じあるさ、もらって言ってるけんねみたいな、ああいう感じもイエーイみたいな、ああどれだけ、ああいう感じも、もしかしたらちっちゃいね、ちっちゃいお祭りとかに出て、あんな感じでやってたら、もしかしたら痛く見えるのかな、わかんないわかんない。確かにね、紙一重だね、知らない、知らないから痛く見えるのかな。あ、例えばハリウッド、ハリウッドスターがさ、出てきてさ、あ、ジャスティン・ビーバー、例えばジャスティン・ビーバーが、舞台でマイク持って I love you って言うやん、別にかっこいいさ、これを例えばジャスティン・ビーバーが売れてなかったとしてさ、例えば、まあ、ありえないけど、例えばなんで分からんけど、学園祭、沖大祭にジャスティン・ビーバー出ましたI love you、 痛くない？痛いな。そういうことなんだ。痛いな、売れてなかったら。あ、難しい、難しいな、痛いな、環境だね、その人のプロップスと環境によっては。今回マジ腹立ったのが、沖大祭で、俺たちハイアップローっていうね、まあ、クソみたいな、あの、クソみたいなって、まあ、自分たち入ってるんですけどはい、はい、仮装をね、あの、俺ら歌やってるんですよ、はいはいはい、なんか KY とデコボクトラベリングってコンビと、あとクヨタ進化ってコンビ、はいはい、3組やってるんですけど、プログラムがね、うわー、もうちょっと腹立たしい、あれなんでだ。プログラムが D51 の後っていう、そう、D51 の終わってるさ後に歌歌わされたんですよ。
D51 漫才でもいやさ、そりゃ漫才もやったけど、うん、D51 でさ走り出せイエーイってね、ワンピースの歌歌ってさ、うんうん、ノーモンクライイエーイって、うん、うわーみんな盛り上がった後に死に人いっぱいだからね。どうもどうも KY です、お願いします、漫才していきます。おかしいさ、うわきつかったー、あれきつかったよな。でもどうにかさあれ、うん、俺らが芸人だったから、うん、ふざけんなーみたいな、うん、ね、気まずいわ気まずいわみたいな、うん、俺たち若手の地獄ね、若手のこの、うん、分からんけどね、うん、若手に対するなんか嫌味が分からんか、地獄かみたいな感じでなんか自虐でお客さんも笑ってくれたり、乗り越えましたけど、芸人って下になるのが得意ね、うんうん、得意だから、うん、それで結構美味しかった部分もあってさ、うんうんうん、受けたし自虐で、うん、これで俺たちがさ本当にバンドとかなんだろう、ヒップホップとかの人だったらなんかね、かわいそうだよね、事故だったよね、あの感じは。なんで大鳥に持っていかないの、大鳥というか一応正直 D51 がなんか名古屋に行くみたいな、あそういうスケジュール的なね。あ、あまあまあならしょうがないか、ならしょうがないけど、もうじゃん、一応グロかったな。 D51 せめてダンスじゃない、 D51 って踊らんから、あきつかったな。まあまあまあ楽しかったですけど、まあ楽しかったけど、期待さえ、うん、どうにかね、自虐ネタってどうにか、うん、吐きそうなったし、マジ吐きそうなったなんか緊張日頃しないんですけど、そんなに確かにあの時吐きそうなったな、吐きそうなったね、なんか緊張とか、緊張というかなんか申し訳なさ、お客さんに対するもう D51 の後僕たちでごめんなさいみたいな芸人ってちょっとかわいそうなとこあるよね、うんうんうん、例えばね俺たちもだから今まであるさ、ちょっとしたどっかの高校の高野祭とか呼ばれて、はいはい、司会が、うん、スペシャルゲストの登場サプライズですみたいな、うん、うわーなって、何、ね、オレンジレンジ、何、開いたい、うわーみたいな、うん、どうもどうも、ケイワデンスですみたいな、まあ、まあまだその高校とか中学校は盛り上がってくれたけど、うんうん、これが場所によってはさ、うわもうほんと怖いな。うん、今回もね、俺はおもと、おもとだったかな、専門学校とかにも漫才出るんだけど、出るさ俺ら、出るけど、あの時本当に主催の、あ主催っていうかおもとの実行委員の人に、うん、お願いハードル下げといてってめっちゃ言って、まあまあそうだね、うん、ハードル下げれば下げるほど一応やりやすいね、そうそうそう、我々としては、うん、まあ、気持ちもわかるけどね、うん、うん、確かに、まあ、まあ盛り上げたいのもあるけど、確かに、コメント読みましょうか、はいはいはい、あ、ちょっとその前に言っていい、今回ですね、この後ちょ僕の企画なんですけど、はいはい、ちょっと暴露話があるのでね、怖い、半端ない暴露話、俺のではないよね、お前のではないです、あ、オッケーオッケー、なら、なら大丈夫です。みーすけさん、コンティニューコインありがとうございます、こんばんはって来てます。高ママさん、こんばんは。高田久美ファンさん、こんばんは。小夏さん、こんばんは。沖縄奈美ちゃん推し、コウタさん、こんばんはーって来てます。こんばんは。コウタさん、人気者出たかったな、私の年がね、わら、かっこ26歳。あー、ちょっと賞味期限過ぎてますね。賞味期限言うな。マリンさん、こんばんは。これからですよ、これから、はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。シュプリームさん、てか、ダカチ君はなんでマスクしてるの？もしかして歯に挟まった縮毛が取れない？チンゲ食わんだろ、喋るつらいだろや、取れあのね、本当に本当に喉が痛くて、あ、カカシわかりづらわかりづらシュプリームさん、中地くんは脱ぎたがりの出したがり、そうです、露出狂なんです僕。でも中地最近落ち着いたなって思って、ちょっと俺ショックなんだけど、ちょっと、いや違う、あの気づいてしまった。何、二十歳さ、もう、はいはいはい、下ネタとか受けないな、わかる、やっと気づいた俺、セクハラになるよね、うん、やっと気づいた。で遅いよね、ええ、だ19までは大丈夫だったと思う、受けたと思うけど、あとね、滑りゲーム受けんぜ、受けない、うん、高校生の時は滑るのか、お前なんか沖大祭で一発ギャグやりますみたいな、うん、そういうね、わざと滑りに行く感じだって、はいはいはい、本当に滑ったさ、はい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 、今までだったら滑った後に、いや滑んなやみたいな感じで、わー笑ったけど、うん、滑りゲーム受けないよ今、うん、難しい、もうなんかね、土俵がワンステージ上がっちゃってる、うん、浅はかな下ネタと滑りゲーではもう全く受けないっていう、うん、だから本当に政治を絡めたボケじゃないと今からはむずっ、嫌だな、そのステージに行くのは難しいな。佐藤さん、お茶ありがとうございます。安倍の喘ぎ声、安倍とかちょっと、ほんと、ガキさん、これ中学生のやつだ、これいや、中学生も笑わんと思うけど、うん、マリンちゃん、コンティニューコインありがとうございます。佐藤さん、今気づいたんか、笑う、そうなんですよ、ね、全然ウケねえなと思って、ね、確かにそうだな、うん、リナさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございますね、いつも本当にコンティニューコインくれたらありがたいです。いや、もう大丈夫ですよ、これ、はい、コンティニューコイン、じゃあ、一旦曲いきましょうか。もう延長できますよね、これコンティニューコイン、はい、オッケー、はい、ということで、はい、DJ ユンボーセレクション、クリープハイプで、あっていう曲
合ってると思うんだ。ということで、あの最近、はいはい、ちょっと初めてちゃんとした合コンに連れてってもらって、うん、ああ先輩に、うん、どうだった？だから全員あのまああの FEC の事務所の先輩芸人、はいはい、4人と、あっち4人、はいはい、女の子4人なんだけど、全員知らない、女の子、うん、1人だけ共通の人がいるけど、うん、男側に共通の人いるけど、はいはい、全員ほぼ初対面のメンバー44の合コン行ったんだけど、はいはい、まあ、まず俺がダントツ年下、うん、で女の子一番近い人が23歳、3つ上なんですよ、はいはい、あの全然太刀打ちできなかった。あ、バイトされないか。ビビった、めっちゃもう悲しい。相手されんよな。されない。二十歳ってビビった。いや俺二十歳って一番モテない年齢かなと思うんだけど。うん、そうそうそう。なんか高校生とか18、19からはなんか変な風に大人っぽく見られて、ちょっと大人っぽく見られて、なんか気をつけられる。うん、なんか大人って思われてなんか気をつけられるし、うん、かといって年上には相手されんし、うん、25くらいが一番モテるさな。あー、そうだね。二十歳はね、男はちょっと厳しいな。ただのが緊張だ。中途半端な大人のが緊張だ。いや、もうちょっと悔しかったなぁ。いや、相手されないっすよ。相手されない。エピカとかでも。ああ、されない。最近だ、20歳って言いたくないよね。確かにね。でも、見た目がもう果たしてあんな感じ、うん、佐藤さん、なんで相手にされんの？かわいそうすぎやん。いや、されないっすよ。やっぱね、3つ差、うん、20と23歳のこの3つ差って、うん、この、まあだから30歳と33歳の3つ差よりも、うん、もう全然違うんですよ、この特に二十歳って青年になったばっかぐらい、うん、21、2からちょっと変わってくるかもね、うん、ギリギリ、うん、ギリギリ、もう俺弟って言われたもん。うわぁ、あ、もう弟ってもう無理さもん。男として見てるね、23から20、そんな近い30じゃないんだ、うん、そんな近いんだ、うん、23歳の子たち全然無理だった。最近会議が恋してる、うん、多分デコボのラジオでも言ってたと思うけど、うん、帰りが恋してる相手、ええー、言ってましたよね、確かに。ここで40はね、何歳でしょ。おかやしやん。41おかやしやん。しかもマジで、うん、はしかもガチ恋、結婚したい。うわー、あいつ相当なんか迷ってるな。いやだから俺本当に41すごいよ、半端ない。セックスしたりそういう系じゃない、ガチ。あ、マジで、うん、接点何よ。でも愛って不思議だよ。俺の友達もあれ、俺の友達の友達もいるわけさ、うん、今22かな、うんうん、で50何歳付き合ってるやつがいて、何それ。で俺の友達が遊びに行った時に、うん、見てこれ写真ホーム画面にしてるんだ彼女って言って、うん、見せたのが、うん、なんかちょっとビキニみたいな、はいはい、ドン引きしたって50何歳の。へえ。でもその男は結構可愛いって思ってるんですよ、エロいって。不思議そうな感覚の違い。さあ始まりました、 KY ダルスのデンジャラスナイトということでですね。え、ちょっと帰りの衝撃が強すぎるんだけど。そうそう、怖っ。そう、何があったの。いや、何もない。だから、ただしかも後々最初は30ぐらいだと思ってたって。で、後々年齢聞いたら、うん、なんか社長時代かな、友達時代に聞いたら41だったいや、30だとしてもだよ。まあな。え、なんなら俺らの年齢26とかでも遠いさ。うん、シュプリームさんから、カエリ君の話はビッグスモールで話題になっていたね。何それ。カエリって、うん、B 戦なんすよ。あー、カエリ B 戦ですね、圧倒的。あと俺らのシェアハウスメンバーのヘンザンとか、じゃあ B 戦だよね、うん、本当に。最近ヘンザンがさ、僕ガチで、僕俺ぜコテさんコテさん、僕ガチで今愛なんすよ、恋してるんですよセックスしないとかじゃなくて愛なんすよって言って、なな俺写真見せて、一番可愛いやつ見せてって言って、うんうん、10分くらいずっと選んで、うん、でこれですって見せたの、うん、俺マジ無言になっちまう。ブスすぎて。あー、そうなんだ。ナチュミンさん、こんばんは。え、もう終わりですね、おやすみなさい。いや、終わりじゃない。え、どういうこと。何を持って、この後、じゃあ俺の企画からやっていいですか。あ、はいはい。じゃあ、衝撃の発表がある。まあ、中地では俺ちょっと言ったよ。もう怖い。ちょっとキャンセルとかびっくりするかもしれないんですけど。暴露？ちょっと衝撃の発表。はい。皆さん、多分ですね、皆さんも知っていると思う。某アイドル。まあですね、そのアイドルのグループ名は言えません。言えませんが、その某アイドルの、どこのアイドル？絶対みんな知ってる、聞いたことある。うん、その某アイドルの、まあ、
プロデューサーさん、個人プロデューサーさんなんですけど、はいはい、セクハラで逮捕されましたいや、間違えました。セクハラで逮捕されたかもねおお、あいつらで、マジであいつら、まあまあ、みんなわかると思う。これ言っていいやつ。グループ名はダメだよ、それは。あ、でもこれニュースになってるの。いや、なってないっしょ。怖い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 。そう、キャンさん分かりました。大体大体分かりました。めっちゃ怖いんだけど。超有名じゃん。シュプリームさんから沖縄のって来てますけど。沖縄の某アイドルっす。まあ、みんなもう沖縄でナンバーワンじゃん。えで、まあ、これ皆さん内緒っすよ。まあ、皆さんコメント欄とかにちょっと名前とかやめてくださいね、書くの。あれなんですよ、そう。で、一応僕人気者にそのアイドル出身のやつが2人いるんですけど、うんうんうん、その2人も一応セクハラされたらしくて。うん、ガチやん、うん、だまあ、逮捕されたの、うん、まあ、もちろん名前は言えないんだけど、うん、後ろからなんか手入れられたりとか。うわー、バイニーとか。え、俺らだってさ、そのアイドルと何回かイベントで一緒に、ね、ラジオともやったし、ラジオとかもやったさ、イベントも一緒にやったね。ああの人だよね。あの頃からあのプロデューサーって結構ヤバかったん。なんか見た目はもうジジイ、50何歳らしいから。見た目はね、もう、うん、あからさまに一応エロそうな人だなっていうの。写真もさ、あんな撮るってぐらい撮ってさ。で、個人プロデューサーなんか事務所とじゃないべ。うん、そうで、この個人プロデューサー東京住んでんのかな、うん、で、沖縄に来て、沖縄でホテル住まいしたって。うん、仕事の旅に来たって、うんうんうん、で、ホテルでこの、その某アイドルを一人ずつ呼んで写真とか撮ってたらしい、カメラで。これがどこに使われるかもわからんけど、どこ、どっかに使われるって言って、何々に使われるって、なんかよくわからん単語並べて写真撮ってたらしくて。ガチやし。で、その人は東京に妻子持ちっていう。うわ、お母さんも子供いるらしくて。で、まあ、捕まって家宅捜索入ったらしくて、東京の家に。ガチやし。だからやっぱ俺それで思ったのが、うん、やっぱね、あるよね、こういう芸能って。沖縄でこんなですからね、うん、沖縄っていうローカルアイドルでこれですから、うん、そうそう。怖い。まあ、このだから、そのアイドルの子たちがまだこう差し出さなかった自分の体を、からいいけど、うんうん、これはもう一方的なセクハラさ。けどこれがもしもこのアイドル自体がそれを利用しようとしたときは、うん、枕営業になるさ、うんうんうん。最近もあれっすよね、映画のハリウッドのあれっすよね、映画監督が捕まりましたよね。え、あ、プロデューサ ー、これ何で捕まったんですか。捕まったってか、もうなんか永久追放っすよね、枕営業。30年ぐらいしてたんですけど、ずっとしてたらしいっすね。何十年もしたらしくて、枕チックな、うん、で本当に俺だからいろいろ調べたんだけど、え、怖い。本当にあれらしいです。何十年前のこのプロデューサーとか、うん、ハリウッドの映画監督とかは、うんうん、ベッドの上で配役を決めてたっていう。何それ。すごかったらしくて。これキャンさんどうなんですか、その現状。現状って今もなんですか、これは。今も、あの、日本もそういうところが割とあったって言わなかった。まあ、そうっすよね。へー。でなんか難しいのが、枕営業って別にこう社長とかが私とセックスしたら仕事与えるよって直接言うわけ、それが枕営業じゃないさ。ないよね。ではなんとなく一緒飲んで仲良くなって、なんとなく一回セックスして、特にお願いとかするわけでもないけど、なんとなくまあ暗黙の了解でありがとうって意味でまあ仕事与えるではないけど、なんとなくね。うわ、怖っ。あのアイドルがあれですよね、ベニーモタルトとかのこれやばくない？これやばいな。それ今、今ちょっとやばくない？ちょっとやばいな。やりすぎだ。ベニーモタルト。あいつらしかいない。これちょっと本当にやばいな。今のは失言だったね。うん、本当にね、うん。いやでも沖縄もありますよ。あ、そう、でもその子たちがその気じゃなかったからよかったっすね、本当に。その子たちもその気だったら。はあ。まあ、だからハリウッドで言えばね、奥が動いたりするからね。ね。ナチミンさん、ゴチップ記事の単なる噂かと思ってたって。いやガチっすよ、全然ガチっすよ。いや全然あると思います。ありますあります。僕もめっちゃ聞きます、沖縄でも。逆にね、うん、沖縄だけでもある。逆に、うん、いやでも逆に言えばね、みんなの立場からしてもさ、例えば、うん、それは何万円ぐらいだったらやらんかもしれんけど、うんうん、例えばこの社長と一回夜ね、そういうなんかなんていうの、綺麗事じゃなくて、うん、このプロデューサーと一回セックスするだけで、うんうん、例えばよ、全国区の映画がもらえる、主役が、うんうんうん、それって何百万何千万入るし、うん、そっから売れる可能性もある、今後、うん、40年50年って考えた時にやるでしょ。いや、やるでしょ。だってこれはもうビジネスですから。全然やるでしょ。全然やりますよ。
そんなもんだと思う。で逆にだから芸能してない人は、うん、ね、枕営業遠い世界と思ってるかもしれんけど、全然普通の会社でもあると思うし、うん、上にね、いや、やるでしょ、うん、うん、頭のいい生き方ですよ、しょうがないこれは。まあウィンウィンだよね、うん、正直ウィンウィン、全然ウィンウィン、ウィンウィンだよね、うん、だもしかしたらこの全然ありだよ、ハリウッドプロデューサーが永久追放されたのも、うん、もしかしたら悔しがってる人女優もいると思うよ、うんうん、だからみんなは一見、あ、よかった女優たちの平和が守られたっていうか、うん、あ、女優たちよかったね、こういう人が追放されてって思ってるかもしれんけど、うんうん、それを武器に多分売ってた人もいるから、うん、例えばあのプロデューサーは一回夜を過ごせば仕事がもらえる、うん、ありがたいって思ってる人もいるからね、うんうん、逆にその人がいなくなったからわどうしようっていう女優もいっぱいいると思うし、うん、いや俺は全然枕営業ありなんだよ、俺もあり派なんだよな。皆さんどう思ってますかね。だって枕営業って、うん、パワハラとは違うんすよ、うんうん、あ、例えばよく噂で言う、例えばちょっと大きい、事務所が例えばこの若手の女優とかアイドルに、うん、どこどこの会社の社長と寝れ、うんうん、そしたら仕事もらえるだろう、寝れ、うん、そう、寝れっていう、これはダメ、ダメだと思う、うん、これはダメだけど、うん、その人自身が自分でね、うん、この人とやった方が得って思ってやった分に関してはいいと思うけどね、うん、これどうですかね、皆さんどう思います。で皆さん枕どう思います、合意の上でキャンさんとか枕営業どう思います。いや、もうどうこうっていうよりも本人たちの了承次第じゃないですか、やっぱり。そうっすよね、まあ、やっぱり無理強いしたらそれこそ問題があって今回みたいに出てくるだろうし、はい、逆にそれでいいと思ってる女優さんだったらガンガン向こうの方から攻めてくるはずなんで、そうっすよね。だからこれはもう一概になんかいい悪いでは片付けきれないと思います、ね、いやそうですよ、ね、本当に実際ある話ではあるので、うん、これ一生なくならないですよね、人間関係だから。なくならないと思います、うん、はい、うん、本当になくならないと思いますよ、うん、だってね、難しい問題だけど。ヨナミネさん、女性は芸能関係者にセクハラされることがあるみたいですが、男性芸人の中にはファンに手を出しまくっている人がいるという噂を聞きます、ね、うん、正直に挙手なんでよ、なんでよ、お前もあげて二人でボケみたいな感じすると思った。俺一人があげたらガチやしなんで二人であげるんじゃねえばや、恥ずかしいよ佐藤さん、いやなしやな。いや、だファンに手出すっていうのも僕的には全然だって、うん、俺もありだと思います。あ、それファンに強引にレイプみたいなことするならダメだけど、うん、ファンに手出す別に関係ないさ、うん、なんならやりたいと思った人、好きになった人がファンなだけだ、うん、なだけだから、うん、僕もありだと思います。ファンの人からして嬉しいしね、うん、うん、全然ウィンウィンだよね、うん。ナチミンさん、カエリくんも寝たの？寝てそう、寝て、あれなの？カエリとかはね、うん、カエリとかはそういう枕営業とかしないと思うけど、リョウトしそう、うん、ああわかる、おばさんとかに抱かれそう、リョウトって意外とやっぱなんか性的なっていうよりかは、なんかデートとかに行ってご飯とか食べに行きそう、リョウト。佐藤さん、ファンは嬉しいでしょう、うん、嬉しい、うん、ファンウィンウィンだよ全然、うん、佐藤さん、枕営業はなしやな。あ、そうか。おー、いやー、なんだろうな。だからよく言うのは、うん、急にどっから止まんなくポンって出てきて、うん、ポンって消える女優とか、うん、芸能人はやっぱり枕っていう、うん、枕でしょう、うん、確実に難しいね。本当にポンって出てくる人いるよね、そう言われたら、うん、だって、うん、もう名前は分からんけど、うん、だって人って何かしらでこう上がっていくさ、例えばちょっとしたどっからか注目されてとか、うんうん、どこどこで人気になってデビューとか、うんうん、急にいるもんね。え、いるいるいる、なんで急に出てんの、いるいるいる、誰こいつっていう人、うん、それ完璧に枕だろ、ね、うん、沖縄でもありますからね。ちょっと似てるのが、うん、事務所がプッシュもあるけどね。あー、うん、はいはいはい、事務所がプッシュもある、急に、うんうん、それは枕とは違う感じだから、うん、でぶっちゃけ KY とかもそうさね、事務所がちょっと、はいはいはい、高校生の前、今までけどちょっとプッシュしてくれて、うん、ヨナミネさんから、純粋に好きになって付き合うなら別にいいですが、エッジ目的は最低ですね。あー、なるほどね。ファンはラブドールじゃないですからね。うわー、いいことを言いますね。確かに、はー、ファンはラブドールではないですけど、うん、ホットテンガではあるかもしれないですね。最低だな、うん、お前ホットなんだ、しかも、うん、人のぬくもりがある36度のテンガ。確かに付き合うのいいっすね、ファン、うん、いますよね。まあ、エッチは確かにね、中高生とかをとかだったらちょっとやばいかもね、うん、ファン、ファン、ファンと会ったことないからな、このプライベートで会おうってなって。ファンってね、うん、最近ね、うちのヘンさんがやらかしたじゃないですか。はい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 、ファンを、KY チャンネルのファンを抱いてしまったと。うん、俺たちですらね、うん、抱くとかまずありえないさ、うん、
なんであいつが抱くんだって俺と中地でね、いやー人ってね、俺と中地でね、 KY チャンネル初めて、あ高2の頃に始め、高1か高2か始めたさ、高2の4月に始めたさ、まあ、KY チャンネルの前の主題歌小学校っていうやつを、うん、そっから YouTube ね頑張ってきて、うん、そこでまあ去年ねデコボコとかいろんな、ね、人たち加わってみんなで頑張って、今年の4月ぐらいから入ってきた変山が、うんうん、ファンを抱くという、そう許せない。え、これさもう本当に、え、人ってやっぱ変わるのかな。変山ってさ、俺のイメージっていうか、うん、まあ高校の頃からの付き合いなんだけど、はい、もう絶対にそういう浮気とか女の子に手出すとか、関係ないっしょそんなの、ないっていうイメージでずっと育ってたから、まあね、うん、いい子だったもんね。ちょっとめっちゃショックで、うん、あーこいつやっぱりそうなんだっていう、なんか同じ男として、性は違うよ、性ってやっぱり同じ男としてやっぱショックだった、うん、だこう言ったらあれだけど、うん、別にだって不良がやりちんなわけでもないし、うん、真面目な人がね、うん、童貞なわけでもないさね、うん、そうだね。いやーちょっとショックだな、この変山のことに関しては。あ、リョウトが怒ってます、変山って言われて、うん、いやでもリョウトね、ファンだけまくってますけどね。いや怒られるだろうお前、またリョウトに。今絶対カチカチカチって混んでる。やばい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 って。いや最近もね、リョウトが出てきたのが悪い。嘘嘘。最近も友達と遊びに行って、うん、で、はいはい、こいつ絶対浮気しない、もうピュアなやつだったんだけど、もうその飲み会の場で普通に女の子とディープキスしまって、はいはい、それめっちゃショックだよ俺。マジか、超ショックだったマジで。性格は違うからね、性格と。やっぱ変わるのかな。リョウト君、リョウト覚えとけよ。ストーリーということで、はい、リナちゃん、男の人って彼女いるのにガールズバー行きます？あー、まあガールズバーとかキャバクラとかね。うん、でもこれは人によるんじゃない？まあそれ言ったらキリがないですけど。うん、ガールズバーか。まあ確かにガールズバーはセーフって感じするな。うん、キャバクラもお客さんが店員と変わらんやんじゃない。いや、キャバクラはアウトであるやん、兄ちゃんは、うん、ガールズバーって一応所詮、うん、基本店員が女ってだけだからね、うん、本当にでも、うんうんうん、難しいね。その人とやるわけでもないしね。好きな人もいれば嫌いな人もいますからね。俺キャバクラとガールズバーは、え、俺も、俺無理、俺も無理なんですよ、ね、先輩のおごりで行ったことあるんですけど、それも無理ね、嫌い、わけわかんない、人見知りですから。金払って、だって、うん、わけのわからん女と、ほんとさ、なんかね、話をするってもう無理。4、50歳で、うん、若い女の子と喋りたい人だったら分かるよ、うん、キャバクラ、うん、でキャバクラ以外で喋れんくない、うん、若い女性とおしゃべりしたいって意味でいいんだけど、今俺たちの年代で行く人分からんくて、うん、俺たちって同級生呼べば会えるし、うん、同級生同世代、まあ、1個下1個上全然会って喋れるさ、友達とかと、うん、別にキャバクラの人喋るさないから。まあ確かに今の段階ではキャバクラ大好きっていう同級生はいないね、うん、まあただ 4,50 歳になった時ね、うん、周りのもおばさんしかいないし、若い女の子と喋りたいってなった時は確かにキャバクラぐらいしかないから、うん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 、なら分かるかも。ナチュミンさん、男子って彼女と遊びは別物と割り切ってるみたいね、女子が同じことすると怒るのに。確かにそれはあるかもね。これはもう何でしょうね、確かにちょっとなんかね、男子の浮気はポップに描かれたりするね、うん、ちょっと、うん、女子の不倫はガチ感あって、うん、なんか別れたりすぐするけど、うん、なんか男の浮気ちょっと例えば浮気っていうコントをしたりもするし、うんうん、なんか浮気ごめんなさいわははみたいな、うん、土下座して、なんでだろうポップに描かれたりするから浮気、確か何の違いなのかな、なんでだろうな。男同士でも、いやでも、うん、浮気の話したら、でも男って浮気してても、うん、あの愛してるんだよね彼女のこと。そう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 、けど女は浮気してたら、うん、ガチだもん、その人の好きさ愛さ、うん、男は性で浮気するから、うん、ね、愛はあるから、うん、愛は彼女に置いたまま性で浮気するから、うん、だからなんなら男って俺名言っていい、うん、男って心が浮気しないんですよ、チンコが浮気するんですよ。かっこいい今の、そうすげえ、うん、めっちゃかっこいい今の何、うん、ちょっと も, う、うん、もう一回ちょうだい、もう一回ってちょっとすいません、あのエコーもらって。男の子は心で浮気しないんですよ、チンコで浮気するんですよ。何やらかっこいいこれ、チンコで浮気する、そう本当にそうじゃん。でもあ今めっちゃ納得
く言った。本当にそうじゃん。で、女の子は逆なんですよね、それが。女は心で浮気する、本当に。うん。何それ。好きになるから愛だからね。めっちゃしっくりきた、今。うん。確かにね、うん、性だね。だからね、俺が怒られる必要ないっていうか俺の下半身に怒ってほしいっていうか。なんでよ、うん、確かにね。佐藤さん、キャバクラとガールズバーって一緒って、まあまあ似たようなもんですね。まあまあ隣に座ってるか、ガールズバーの方がちょっとポップかな、うん、ガールズバーの方がちょっとポップかもしれない、うん、佐藤さん、名言かっこいいって言われてます。シュプリームさん、嫁と沖縄旅行に来てるのにデリヘル呼んだけど何かかっこいい。かっこよくねえわ。マジか。やばいわ。棚やば、めっちゃ攻めるじゃないですか。嫁の嫁もいる。お嫁さんと一緒に、え、どういう状況、ね、これちょっと詳しく聞かせてほしいですね。よね、皆さん、そしたら浮気するやつはチンコ切れば解決。いや、やめて。確かに取り外し式にね、できたらめっちゃいいよね。科学の進歩でチンチン取り外し式、チンコ外せるなら、うん、言っていい、うん、チンコパカって外すやん、うん、こうくねくねくねって多分いろんな女の場所行くよ。怖そうやろ、チンチンだけが。だから道端美人が歩いてたら、うん、後ろからくねくねチンコがいっぱいついてくる。なんだわその世の中。絶対嫌だよ。怖っ。寝てて、ふと起きたら、あの、なんかなんていうの、ガリバー旅行機みたいな感じで周りにチンコだらけ。小人みたいな感じで怖っ。ほ、うん、本当にそうなるよ。あ、絶対そう。まあまあ、なんか金庫とかにね、なんかね、男ってね、不思議なのが、例えば彼女ってなんかオナニーに使わないんじゃん、おかずに。あ、絶対使わん。使わんさ、絶対使わんね。逆に、まあ浮気相手ってあれだけど、可愛い女の子とか、やりてえと思う女の子って、おかずに使うさ、うん、おかずに使って賢者タイムになった時、わかる、興味なくならん。あー、めっちゃそこじゃん、俺オナニー前後があれかなと。オナニーにね、オナニーが俺きあれじゃん、うんうん、証拠っていうか、うん、だからね、何回か行ったことあるけど、だからセックスした後に、うん、翌日ハグする男は、うん、その人のことが好きで、うんうん、セックスした後ちょっとこう冷めてる男は、うん、その人のことを、まあ、浮気相手というかやりもくりで見てる。それが本当にそうだと思う。あー、確かに。最近もツイッターであったさ、この人を本当に好きなのかどうか、うん、愛なのかどうか見分けるときは、うん、その人と会う前に一回オナニーして、うん、その人と会えみたいな。オナニーした後もその人に会いたいって思うなら愛で、オナニーした後会いたいと思わないんだったらセイ。はぁ、それ本当にそうだと思う。いや、でも、ね、本当にそうだね。本当にこいつやりてえと思って、会いてえと思っても、オナニーしたら全然会いたくなくなるさ。はぁ、本当にそうじゃない。確かに深いなぁ、ね、ヨナミネさん、これ映画にできそうですね。絶対だ、あの、誰が見るば。ウォーキングチンコ。ウォーキングデッドみたいな。シーズン化するやしや、それもうや、もうシーズン化するやし。あなたの後ろにいるかもしれない。こわー、アベマ TV とかで流すのこれ。そうこわ、誰が見れば。 R18 ですから。俺ちょっと妄想したくなるのが、うん、女の子のな上とかになんかパロメーターみたいな感じで、うんうん、既読つくとしたら、既読、うん、なんていうのかな、既読っていうか、こいつとやりてえとか、うん、こいつをエロい目で見たときに、うん、既読1ってつく、うん、その女の子に、うん、俺と中地が A ちゃんがいて、うん、俺と中地がその女の子を、うん、こいつ可愛いな、エロいな、やりてえって思ったら、うん、2つくみたいな、既読2つくみたいな、そういう世界だとしたらおもろいなと思うのが、面白いな。例えばめちゃくちゃ美人なやつ歩いてて、うん、もう1日で既読120とかついてるけど、うん、ブサイク既読0とかさ、うん、あー、面白い、おもろくない、面白い世界だな。そういう世界いいなと思って。まあ、映画監督向いてるんじゃない。人によってはえげつないけど、人によってはえげつないことになる。マイナス70とかわけのわからない。マイナス萎えるっていう。この女を見て萎えられたとか。いや、だ逆にね、なんか可愛くないけど既読死に多いやしみたいな。ああ、そっか、いるさ、だからそういう女の子って。いる、性的な目で見ちゃう。そっか、いる、ね、可愛くはないんだけど性的な目で見ちゃうって。ああ、面白いな。たまに不思議な世界だなと思うのが、クラブ、うんうん、本当に不思議じゃん。いや、不思議ですね。エピカこの前行った時に、うん、エピカこの前初めて一応エピカは行ったんですけど、うんうん、まあ、別場所行ってたんですけど、このなんかお立ち台があるさ、うんうん、女性専用の、うんうん、あるじゃないですか、うんうん、あれお立ち台って言うんですか、お立ち台、うん、なんていうかな、 DJ ブース、まあ、ステージとお客さんのフロア、うん、間にちょっと高めで ね女性専用がこう盛り上がる、うんうん、ちょっと高いとこがあるんですよ、うん、ステージと客席の間ぐらいで、うんうんうん、そこで女の子しか、はい、わけ登れんさ、はいはいはい、でそこでよ、ブサイクな女の子が登って、うんうん、うわー盛り上げるやん、うん、で、
男子ってぶっちゃけクラブだったら誰でもいいやん。そうだからうわーってモテるさ。そうでその女はちょっと上にいて、うん、男どもがさうわー寄ってきてさ、うん、たちらぶさいくのくせになんかさ、うん、ありがとうみんなって言って投げキスとしたわよな。したたか気持ち悪くて。はあ、えげつないよねクラブのあの空間って。お前はあの照明でね逆光だからお前はいいんだよみたいな。はいはいはい。クラブ一歩出てみ、うん、ゾンビやでよ。本当に考え方言いすぎだろ。りなちゃん、うん、男の人って浮気ってどんな人ら見分けられます？ああ、男が浮気してるかどうか。まあまず 100% 携帯だよね。携帯見ればほとんど分かるし、まあ消してる場合もあるか一応。あなんかよく聞くのがなんか、うん、この持ち物がすぐコロコロ変わる。なんか財布とかスマホケース、あといやそんな関係ある？タバコの種類が変わるとか。それも言われてるよね一応ね、性質としてね、うん、女性も男性も、うん、まあでもそれはあれさ、食欲旺盛な人、性欲強いみたいなそういう系でしょ。じゃなくてもっと現実的な理由でしょ。なんだと思う？はあ難しいな。見分けられるのかな。本当に人によって違うからね。浮気しそうなやつ浮気しないパターンもある。一旦別れたら、うん、一旦別れるとかかな。本当に一旦別れて極論ね。じゃあ一旦別れた後に極論ね。一旦別れた後に、うん、その友達たちが、うん、別れたから言うけどお前の彼氏めっちゃ浮気したぜっていうの待つとか。そうだから別れた後が極論すぎるな。友達って本当のこと、友達は知ってるから。あ浮気のこと 100% もちろんもちろん。まあそんな自分の中だけで溜め込んでる男子って、ね、特に友達も言うから言います。自分の中だけに溜め込んでる浮気って相当すごい人以外いないから、ほとんどみんな言うから。いや極論すぎるな、うん、難しいな、うん本当に。いやもう俺はバレなければいいかなって。いやこれあれ女性メッセージだから、うん、女性がだから彼氏ら、うん、だからもう見つけないでください。見つけたらこっちは不幸になりますから。墓場まで持っていけば OK ってことで、うん、そう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 。ゆなみねさんから世にも奇妙な物語のプロデューサーできそうですね。いやー、あーでもちょっと面白かったな、さっきのだ既読の感じとかなんかね、ありそうだよね。確かに、うん、ありそう。なんか将来チンコが取れるやつも、チンコが取れるやつどうこれをチンコこれどう描こう。どうしよう、だってあれゴールデンタイムでしょ。全部モザイク、全部モザイク。しかも今しかもチンコによってはえげつないさ。ジジイのチンコとか、はいはいはい、いろんなチンコがね、あ、チンコ本当にでも世にも気分できそうだね。面白い。朝起きて探しに行くとかね。あー面白い、うん、俺のチンチどこ行ったんだみたいな。勉強してる途中に、うん、チンコがどうしてもこう、うん、動きたがって、うん、やめろやめろ今はっつったら、うん、ピロンと折れて下に落ちて、うん、クイ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 って面白い。自分の好きな人のとこ行って、うん、なんか肩とかに登って、うん、なんかピカチュウみたいな、うん、クイ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 肩の、うん、やめろーみたいな。わからんけど女子あ先生が来て、うん、はいこれ誰のチンコ。誰のチンコですかって言って、はい、はい、みんな、はい、はい、みんな下見、はい、みんな、はい、顔下げて、みたいな。はい、このチンコの持ち主、挙手、みたいな。面白いとか、なんか持ち物テック的な感じで、男の先生とかが、うん、はい、チンコチェックしまーす、このチンコ誰のか、とか、うんうん、はい、はい、このチンコ生徒と連れてきます。没収です、没収です、没収ですとか、なんか修学旅行前とかにやば、あの携帯を没収的な感じで、はい、はい、この箱にチンコ入れてください。はい、この箱にチンコ入れてください。チンコ回収しますみたいな。はい、修学旅行終わり返しますとか夜返しますみたいな。絶対嫌やつだ。やばいな。いいな、面白いなそれ。なんかいけそうだな。あいや本当にそうだもんね。でもあ本当にそうだから。佐藤さんが怖い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 って来てます。ナチミンさん匂うでしょうって来てます。ヨナミネさん最高笑。あでもこれ考え方によって怖いかもしれん。いや怖いよ怖いよ。え、なんなら何ていうのかな。いやちょっとごめんね、こっからちょっと笑えない下品な話になるけど、例えば本当にあだからセックスしてしまってるとかね。チンコだけど女の子怖いね。うん、だからほんとマンコを守るものとかできるから。なんか頑丈鉄とか鉄のパンツ、うん、あ最近見たツイッターで彼氏が、うん、わかる、なんかアメリカの彼氏が女の子につける、うん、なんかあのマンコ、うん、浮気防止みたいな、うん、マンコの中に入れるやつで、うん、金属だべ鉄、うんうんうん、金属か金属でカチコチで、うん、もうチンコが入らんようになってるべ。
へえ。あ、わかります？の鎖みたいなもんで繋がれてますよ、なんか硬いもので。へえ。チンコもあるか、チンコもありますよね。鉄みたいなやつチンコはめて、うん、ガチンコチン入れられないっていう。へえ。何それ。いや、そうなったらね、うん、浮気って防止しようと思ったら、だって正直チンコ抑えられても、うん、別におっぱい舐めたりおっぱい触ったりできる、うんうん、じゃあおっぱい舐めないために口にあの分かるなんか犬みたいな、うん、ああいうやつ、ね、犬の口にある、うん、ああいうつけたところででも、うん、そこまでして付き合うかって話ですよね、ほんと。シュプリームさん、ゲゲの鬼太郎の目玉をやる確かに確かに、うん、あれってもともと誰かの目なんだ、あれ。あの、鬼太郎の目、あ、キタローの左目なの、あれって、うん、そうそうそう、書いてるさ、うん、そうなんだ、うん、いや全然知らんかったわ。リナちゃん、彼女とどんぐらい連絡取れなくても大丈夫で、あ、不安になるかも。人によるんじゃないですか、これは。また俺は取りたいな、いや、でしょう。なんか不安ならん、うん、なんかしょうもないことのやり取りとかなんかしてたいな、普通に。え、意外とマメまあね、確かにね、うん、たまに男いるよね、一切やり取りしない人。うん、いるいるいる。2週間3週間 LINE してない、うん、すごいね、逆にかっこよくない。うん、自信があるんでしょうね。そっか、そういうことか。ということで、はいはい、曲いきます。いきましょうか。はい、いや、曲はもうなしでいきましょうか。はい、すいません、じゃあ一旦 CM に入ります。いや、でも放送できてた 100% なんか社会派を、社会的な、本当になんか、うん、現状とかいけそう、うん、でも動物の世界ってそれが当たり前ですからね。あー、要は男が女見かけたらすぐセックスする。うんうんうん、男、人間の男は性欲ないって言われてます。人間って動物的な性欲って言えば、理性で止めれるっていう。理性で止めれることは性欲、動物は理性で止めれない、止めれないです。もう本能ですよ、本能のまま。もう見つけたらもう行く。だからオス同士でいる場合は必ず殺し合いして女を奪う。それが動物の性欲。喉乾いてから水飲むぐらいの勢いなんですね、本当に。そうなんだ。リナさん、やっぱそうですよね。今2週間してません。2週間はちょっとな。長い。そういうあれか。でも別に例えばこの LINE の量が愛の量とは違うから、別に、うん、だから LINE 毎日こまめにする人と2、3週間 LINE しない人、もしかしたら別に愛の量同じかもしれないし、うん、人によるからね、本当に。まあただね、今の時代で2週間 LINE した男って結構すごい、ね、うん、ね、でも彼女からしたら不安だね、だいぶ、うん、な、嫌だね。ああ、嫌だね、確かに。どこで何してるか分からんしね。自分から LINE したらいいんじゃない。ね、これ自分から LINE したらどうなの、これは。無視される、無視されるってはないでしょ、さすがに。まあ、ちょっと肝使ってるってこと、なんか、うん、なんか、なんていうの、しょっちゅう LINE してくんなよって思われたらどうしようみたいなのがあるのか。はい、大変ですね。 LINE 一切来ないです、会いたいって言って無理って言われる。そうなの、これ忙しくてってこと。例えば、ね、相手が日系生でとか、ね、日系生さん、俺無理だな、それ。そんな感じの付き合いは無理って言われるんだ。うん、俺は嫌だな、それ。5秒前。ちょ、リナちゃんは好きってこと、その人なんだ。2、どうなんだ。1。デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、ということで KY デンジャラスのデンジャラスナイト、はい、まあ、エンディングですね。はい、エンディングということで、まあね、皆さん大変ですね、恋もね。リナちゃんもなかなかすごいね、 LINE が来ないってことで、ちょっとびっくりだな。これは解決方法なかちゃあります。これはもう一回喧嘩してください、思いっきり。帰りかいちょっとガチな路線で行っちゃったな今。アドバイス求められて、うん、普通のこと言う会議なあいや、ボケだったよな今のは。絶対、まあ、結構前の恋愛相談だけど、うん、初デートどこがいいですか。ライカムって言ってたよお母さんかや、お母さんのアドバイス。いや、今のボケだったな、確実にボケのフリでしたね、申し訳ないです、はい、ということで、シュプリームさん、10日間家出して嫁から逃げていたら警察に家宅捜索願い願い出されそうになった。いや、10日間逃げたら何があったんすか。いや、奥さん美人ですから、めちゃくちゃ。いや、出すでしょ、捜索願い、うん、連絡も取れなかったら。しかね、うん、リナさんのちょっと恋愛はね、うん、ちょっと難しいね。
ね、ぜひデコボコの帰りに相談してください。なんか多分、うん、そうだね、多分一旦話し合おうとか言われると思う。普通リナちゃん好きです、会ってもくれない、どうしたらいいです、学校でも喋らないです。あ、学校一緒なんだ、学生2人とも学生、学校でも喋らない、うん、これはなんか中学生みたいなあれなのかな、中学生そんな感じ、恥ずかしくて、あー、いますね、うんうん、どうなんだリナ、ね、年齢が分からない、どうなんでしょう、いやでも一回ちょっと自分から歩み寄るんだ、あのね、意外といい男他にもいるよ、うん、あ、まあ、ね、もちろん別れるの進めてるわけじゃないけど、うん、意外とねそんなに、うん、いるよね、うん、いるから、1回マジで自分からは、19でそんな、LINE も来ないし学校でも喋らないの、何それ、口ついてないとか。ついてるわや、ミフィかや。リナちゃん、そうなんだ、まあ大変ですね、ということでぜひ明日のビッグスモールの帰りの恋愛相談室に、はい、この続きはね相談してあげてください、はい、まあね、ためになるか分かりませんが、そう、ケイマティナスのデンジャラスでした、ありがとうございました。追加質問、そろそろ続きます。でもね、デコボコっていいよね、いい、なんかすごく信用できるさ。スプリームさん、中地くん、カエリくん、いじりためのため、いじりのためにビッグスモールにコメントして、うん、あの、実はちょ、これ言ったらキモいですけど、はいはい、帰りの恋愛相談教室、僕、送ってます。気持ち悪さよね。気持ち悪さよね。仮名で送ってます。なんて仮名で送ってる、なんだね。え、火星方形。いや、違いますよ。そんな火星方形から来てるんですか。今、仮名って言ったから、ちょっと。ああ。ボケたつもりなんで。あ、そうなんですか。ちょっと分かりづらかったのよ。分かりづら。僕たちの技術がちょっと追いつかなかったですよ。ごめんなさい、僕が、ずれてるんです。マリーさん、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。スプリームさん、お疲れ様でした。今日も楽しかった。なんか、汚いラジオですね。本当に、いつも思いますけども。人間の本当に皆さん、クラブでね、うん、不細工のくせに調子乗ってるやつがいたらね、うん、皆さん、キャキャしないでください。本当に。うん、ね、で、しちゃうんだよな。俺もしてやすさ、ハイタッチお願いします。いやー、もうしてるやつよ。うん。まあ、ノリさんなんだもんな。うん。趣味ではないと思う。その俺自覚した女の子がいいと思う、本当に全然。ああ、クラブだから持ってるだけだよ、はいはい、っていう女はいいけど、いいね、絶対こいつ勘違いしてるやつ。あ、この前ね、なんだよ、男に腰振られてる女がいてさ、はあ、モテてますよ感な散らしてたけどさ、出してたんだ。いや、穴開いてるだけでお前。最低だなそれ。本当に穴開いてるだけだよ、それは最低だな。いや、調子乗ってるからよ。まあ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 、うん、いますね、うん、えげつない世界ですよ。だからなんか、そうだからこの上に登るときなんか、どいて男子みたいな感じ。はぁー、いわー、イラつくなそれ。上に登っていくわけさ、わかる、エピカってシャンパンとかも飲ましか飲めんさ、どいて私たちしか飲めんからぐらいでぐいぐい上に登っていって、シプリームさん、ブサイクなバニーにテキーラどうですかと言われて買ってしまう自分、うわめっちゃわかる。あ、確かにね、死にわかる、うん、まあ、営業だからね。あ、なんでキャバクラって営業なのわかるのに行くの、どういうこと、ね、あ、まあ、40代50代はそっか、もう喋りたいだけだったら本当に。佐藤さん、お疲れ様、途中からしか来れなかったけど楽しかった、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなやばいラジオ、あ、そう、来週の告知やっていいですか。来週、その、ちょっと某アイドルに電話して話を聞いて、え、怖っ、そう、生電話をしてね、来週ちょっと今日、さっき今 LINE でお願いしたんで、本当は今日やろうとしたんですけど、まぁ、ちょっと時間の途中だったんで、ちょっと来週に持ち越そうかなと。怖っ、実態を今 LINE してるけど、やっぱそこまでめちゃくちゃ踏み込んだ話はもうもちろん警察だったからできないらしいけど、うん、まぁ、そこはね、僕たちがグイグイ行きましょう。怖っ、まぁ、ある程度秘密は守りながらちょっとね、某アイドルの裏側を、まあ、みんなも分かるね、某アイドルの声でバレるんじゃない。いや、わ、いや、分からんか、分からんな、まあ、声分かったところで、うん、別に、しかも2期3期前だしね、その子は。ということで、湯波峰さん、東京ドームの売り子は偏差値高いですよ。え、やっぱそっか、あれ選んでるし、取るためだけにビール2回買ってしまいました。あ、あれ顔らしいですよ、売り子は。あ、そうなんだ。うん、時給も高いですし、顔で選んでるんだ、やっぱ。あ、そうなんだ、そうやな。だってぶっちゃけ顔によってね、うん、ビールの美味しさも変わってくるからね、買いたいって思いも変わってくる。
スプリームさん楽しみ、佐藤さんおいいね楽しみにしとくということで、ぜひお願いします。あと8秒皆さん来週も見ます、来週も見ます、ありがとうございました、みんなありがとう、リナちゃん頑張って。